土曜日の夜いかがお過ごしですか。3月8日は国際女性デーです。今日は3月8日に向けてルルレモンとシュプールがエンパワーユーというテーマでトークライブを開催いたします。なお感染対策として今日は飛沫防止のパネルを設置しておりますので、私たちはマスクを外してお届けいたします。今日話を お伺いいたしますのはシェフの庄司夏子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私シュプール編集部編集長の五十嵐真奈の2名から女性が自分らしく生きていくためのヒントを等身大で本音で語り、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まずは簡単な自己紹介から始めさせていただきます。はじめまして、五十嵐真奈と申します。シュプールの編集長をやって今だいたい3年半になります。趣味は相撲観戦で、はるか昔学生時代は両国の国技館でアルバイトもしておりました。もう一つの趣味が飲むことと食べること、飲食ですね。で、シュプールの、インスタのアカウントをいつも見ていただいている皆さんに好評いただいておりますシュプールおやつ部の部員も兼任しております。シュプールは1989年の創刊以来、自分らしさとか個性を応援する企画を大切に毎月雑誌を発行しております。合わせてシュプール .jp も毎月いつも見ていただいてありがとうございます。それでは庄司夏子さん、フレンチレストランのエテのオーナーシェフでいらっしゃいます。こんばんは、はい。今日はありがとうございます。なんか多分うちのお客さんもちょっと見てると思うのでとても嬉しいです。私は2014年にエテというお店をオープンしまして、最初はあの予約制の、まあ、なんかタルト、こういう四角いタルト、マンゴーのバラをかたどったタルトをシグネチャーにお店を始めまして、その1年後にですね、1日1組のレストランをやってます。皆さんになんかたくさ なんかお客さんは今ケーキとかすごい購入してくださって、その方のおかげで今自分のお店があるのですごい感謝してます。で、今日は五十嵐さんとお話しする機会ができてとても光栄です。嬉しいです。なんかいろいろ口が滑らないようにいいことを喋れるように頑張ります。はい、頑張りましょうね。2人で頑張ります。頑張ります。庄司夏子さんは去年ですね、ザ・ワールズ50ベストレストランの中のアジア版のジ・アジアズ50ベストレストランの中でですね、ベストペストリーシェフに輝いておられます。本当に皆さん各界で注目される、料理人でいらっしゃいます、シェフでいらっしゃいます。で、余談なんですけれども、私と夏子さんが一番初めの出会いなんですけれども、私寺門ジモンさんという方がとっても大好きで、ずっとトークライブに通っていたんですね。で、ある時トークライブ中にですね、ジモンさんが今日はものすごいケーキが届くんですと言って、突然夏子さんが現れました。で、その時のがですね、皆さん の憧れ の四角いタルトですね、マンゴーをバラの形にかたどった美しいタルトのケーキなんですけれども、フルールドエテ でその時ジモンさんがこれはすごいケーキなんだぞと言って、もちろん会場全員の人が食べられるわけはなくですね、なんかクイズかなんかやって当たった人だけが食べれて、私は後ろの方で美味しそうだなと思って見ておりました。で、いつか食べられたらいいなとずっと夢見てたんですけれども、ある時エテに行ける機会がありまして、本当にその時の美味しさと美しさは今でも忘れられません。まあ、ちょっとそのあたりは話が長くなるのでまた別の機会に。それではですね、今日のトピックスであるエンパワーユーというお話をします。まずですね、エンパワーユーっていうのは誰かを勇気づけるとか元気づけるってことなんですけれども、人をまず応援する前に私たち自身が自分たちを奮い立たせるためにやっていることは何なのかというお話から始めます。夏子さんが自分をエンパワーするためにやっていることって何ですか？私が自分自身をエンパワーする上でやっていることは、やはり私は今エテというお店をやっていて、もう常にいつもお客様のおかげで今自分がお店をできて、お客様が支えてくださっているおかげで今のその自分たちがあるので、
あとはスタッフとスタッフの親御さんとかにも感謝をしているので、その人たち の、 期待に応えるために常に自分自身を鼓舞してですね、新しいクリエーションを常に発表していけるように、自分自身にプレッシャーと責任任務を課してですね、一生懸命頑張ってます。それが自分自身を奮い立たせることがエンパワーです。例えば休みの日とかは何をやってらっしゃるんですか？なんか自分の中で休みの日っていう感覚がなくて、常になんか仕事得てに関わるものに常に触れてないと不安になるっていう現状でして、なんか休みというよりかは一秒たりとも得てのものから離れたくないっていう人生を送ってます。仕事が大好きなんですね。仕事がもうなんか体自分のなんか生きる上で自分はもう得ての庄司夏子っていうのが大きいので、それについてきてくださるお客様のためにやっぱりがっかりさせないように、あ、得てってすごいセンセーショナルだなって思ってもらうことに突き詰めてるので、あんまり休みとかそういうのを考えたことがないです。なるほど。でもたまに夜中に漫画とかネットフリックスはちょっと見ます。でもきっとそうやって見るものすべてが次のを作る料理とかケーキとかのアイデアになったりすることもあるんですかね？もちろんありますね。特にネットフリックスとかは英語の字幕で見て、やっぱりその日本人女性として世界にアピールするためにも英語での発信が必須になるので、その勉強も兼ねてネットフリックスをなんか字幕と英語で見たりします。なるほど。たまにアニメも見ます。皆さん夏子さんのインスタグラムご覧になったことあると思うんですけれども、必ず英語のテキストが書いてあるので、やはり日本だけじゃなくて世界に向かって発信してるんだなっていつも思っています。私の話なんですけれども、私はじゃあ自分が夏子さんがエンパワーしてるっておっしゃったように何をしてるかなって考えた時に、私は1日に最低一つ美しいものっていうのを探すようにしています。でこれはずっと長いことお世話になっているニューヨークのデザイナーのデザインチームにいる方がおっしゃってた人生教訓をですね、ある時そのまま真似しちゃおうと思ってそのまままるっといただいてしまいました。でそれは別に形があるものじゃなくてもよくて、言葉とか手触りとか食感とか何でもいいんですね。で美しさって本当に主観的なものじゃないですか。で時代によって美しさの基準で変わるし、その人によっても美しさの基準、美しいか美しくないかと思われる基準って違うと思うんですけれども、常にそれを自分に課しているのが、なんかこう自分の美意識っていうものの価値観をいつも疑っていたいと思っていて、本当にこう自分はこれを美しいと思うその判断基準は何なのかとか、常に柔軟でいたいなと思っています。ちなみに私そういった美容というか美しい需要ですね、にいつも夏子さんのインスタグラムも私にとってすごくいい栄養になっています。なかなかこのコロナ禍で出張が行けなくなってしまったので、夏子さんもそうだと思うんですけれども、海外出張とかが一切行けなくなった今、物理的な刺激を受けるのが少なくなってしまったので、そういったことが自分の感性の筋トレになっているかなと思っています。今日のテーマはですね、女性が自分らしくいられるにはどうしたらいいかってことなんですけれども、じゃあ具体的にですね、夏子さんが毎日自分らしくいるためのなんかコツとかってありますか？自分らしくいるコツは、なんか私はよくインタビューでも答えるんですけど、自分の中に得ての庄司夏子と個々の庄司夏子っていうのがいて、常に得ての自分をもう一人の自分が俯瞰で外側から見れるようにしていて、それによって自分を失わないようにもう一人の自分と常に相談しているのを心がけてます。毎日幽体離脱してるんですね。幽体離脱みたいなことしてますね。常に上から見ているっていう感じ。常に得ての庄司夏子だったらどうするかっていうのをこの庄司夏子が判断して、道をそれないようにまっすぐ行けるように常に自分自身が調節してます。何かこうもう一つの夏子さんが違うって言った時に、うまくこうきっと脳内でこう科学会議みたいなものが行われるわけですよね。
そうですね、それはちょっと得手らしくないんじゃないっていうのを、うんうん、もう一人の自分と判断しているっていうのが日常で、それがそれのおかげで自分らしく入れると思ってます。得手らしさっていうのは私から見るとやっぱりまず目に美しくって、もちろん舌にも美味しいってことなんですけれども、夏子さん自身は得手らしさってどんなところだと思ってますか？得手らしさというのはやはり、あ、ケーキを超えるっていう世界を作っていきたくて、やはりなんかいろいろな結構コラボレーションとかをしてるんですけど、ただコラボをしてるっていうだけでなくて、一つ一つそれぞれ思いを込めて一つの作品に仕上げてるんですけど、それによって私の中で今までケーキっていう皆さんの周り世界の印象の基準を自分得手によって、あ、一歩先にケーキを超えた作品を作るっていうのを続けていくことが得手らしいと思ってるので、それをもう支えて行くのが大変ですけど。いや本当にそうです。私マンゴータルトだけじゃなくて、バラの形のマンゴーのケーキがですね、一回こうガラスの器に入って出てきた時に、まあこれは食べ物なんですけれどもジュエリーかしらと思って本当に感動しました。ああいったアイデアが出てくる夏子さんって本当にすごいなと思います。で私なんですけれども、自分らしく入れるコツ、今のお話を聞いてどういうことかなと思ったんですけれども、絶好調じゃない自分でも、まあ、これでいいかって思うところが私のコツなんですけれども、というのは3年半前に編集長になったんですが、その時にシュプールのスローガンっていうのを作ったんですね。でそれは毎日ご機嫌で過ごそうよっていう話だったんですけれども、ある時もしかしてこう毎年絶好調で皆さんニコニコしていてくださいっていうのが酷なんじゃないかと思ったことがありまして、やっぱり女性ってバイオリズムがあるし体の揺らぎっていうものがあるので、そういうところを無視して頑張りすぎちゃうと、なんかこう自分がこう助けてって言った時に助ける手も差し伸べられないのかなと思いました。で去年一昨年2019年がちょうどシュプールの30周年記念だったんですけれども、そういうことを踏まえて渋谷のど真ん中にオーガニックナプキンのオーガニックコットンでできたセルナプキンを掲出するキャンペーンを行いまして、で幸いその時すごく大きな反響をいただけました。なんかこうまず自分の体のことを知って、自分の心のコンディションとか体のことを知ることで、それが他人とか周りの人に対する気遣いとかちょっと支えになることにつながるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、朝起きてというか、まあ一日今日は具合悪いなと思ったら頑張ることはもちろんなんですけども、ある程度ちょっとまあ体のこともあるので、自分の体に耳を傾けて、まあダメな私も私だわと思うようにしていたりします。次なんですけれども、具体的にはですね、女性が自分らしく生きていくっていうのは、こうやって料理人としてシェフとして活躍されている夏子さんから具体的にどういうことなんでしょうか。例えば、夏子さんは24歳でお店を始められたっていうことだったんですけれども、料理の世界で女性でいることですごく大変だったこととかありますか？やはり今も昔もなんですけど、料理業界においてやっぱ男性の比率が圧倒的に多くてですね、それに伴ってだったのかわからないんですけど、結構そのやっぱ料理って力仕事が多くてですね、それでやっぱり女性と男性ってどうしてもまあ生理があったりだとか体のメカニズムが違うので、男性のやってる仕事を同じようにこなすっていうのがやっぱりとても大変で、実際私もヘルニアになってですね、手術をしたりだとか、やっぱりまあ入院するようなことも何回もあったりとかしたんですけど、そこがやっぱりとても辛かったですね。やっぱり女性の厨房で女性の数ってすごく少ないですか、一般的に。そうですね、なかなか女性の数は少ないと思いますね。結構そのお菓子パティシエっていう部門があったら結構そこには女性がいる場合が結構多いんですけど、料理のセクションに関しては今はまだやっぱり男性の比率の方が多いのが現実ですね。なるほど。
あとはその女性も男性もなんですけれども、今のこの日本の社会の中でそのシェフの地位っていうことについては何か思われることありますか？やはりあの料理人って生産者さんが1年かけて育て上げた食材を使って、うん、それを我々の手に渡ってですね、そこから2日3日かけておソースを作って、食材の処理をして一つの作品を作ってると思うんですけど、 それがまたお客さんの体内に入って血となり肉となり、とても美しい世界なのに、まだまだ料理人に対しての評価が低いって私は思っていて、そのお金に対してもそうだし、それであの自分たちは数万円のお料理を作ってるのに、自分たちがそれを食べる機会っていうのがなかなかあの時間もなくお金もないっていうのも現状だと思うので、そういうのをちょっと変えていきたいなと思ってます。具体的には、私もあの海外出張に行って、はい、あのまあ非常にあの美味しいレストランとかに行きますと、まあ、正直あのまあいろんなチップもありますよね。あの日本のレストランって意外と安いんだなって時々思ったりするんですよ。それってやっぱりもちろんその企業努力があるのかもしれないですけれども、正当なその労働とかいろんなクリエーションに対しての対価が支払えてないっていうことでもあるんでしょうか？そうですね、正直日本はそのクオリティの高いものを、うん、あの値段もそんなに高くないあの料金であのすぐに手軽に食べれるっていうのが一つの魅力でもあると思うんですけど、正直それがあの職人の業界をちょっと圧迫しているっていうのが私の中ではあって、うん、なのでやっぱりその例えばなんか今世間の口コミサイトとかであのコストパフォーマンスとかいうのがあると思うんですけど、そういうのとか あのプレッシャーとかでやっぱり自分たちは本当はこの値段をつけたいけど、そういう評価を気にしてつけれないで、あの内部も圧迫してるっていうのは現状だと思います、うん、なるほど。正直に言うと夏子さんはあの24歳の時にお店を出した時って、はい、すごくあの生命保険をかけたっていう記事を読んだことあるんですけれども、はい、それはどういう背景からそこまで？まあその自分がお店をやるってなった時に、うん、まずそのお金を借りなきゃいけない、うん、あの明朗に言ってしまうと1000万円を借りたんですけど、23歳で1000万円をあの金融公庫から借りてですね、正直当時の自分からしたら、あ、借金1000万円になっちゃったって言って、で、うん、私は父が他界してまして、母と妹がいるんですけど、まあ、妹がですね、まあ、ちょっと施設にいたりとか、まあ、いろんな事情があって、あ、これは自分が将来家族を支えないといけないなっていう、うん、まあ自分なりにそういう思いがあって、まあ、独立したんですけど、うんうん、その時にもし失敗したらその1000万円の借金もあるし、うんうん、もう命をかけてやろうと思って自分に対して生命保険、その人何を思ったか生命保険に入って、うんうんうん、失敗したら死ねばあのうちの親とかにお金が入るから迷惑がかかんないってその時は思ったんですよね。当時は今思えば 何言ってんだって感じで、それでそれがいいわけもないんですけど、でもその命がけでお店を作ったっていうのが今のその私のバイタリティとか、うん、もうエネルギー、それこそエンパイアに、うん、エンパワーにつながっているので、まあ良かったなって思います。大変ですね。大変ですねって簡単に言うんですけれども24歳であの女性が一人であの起業するっていうことは非常にあの勇気がいることだったんじゃないかなって思います。で、私もこう女性が、まあ、女性自身というカテゴリーの雑誌を作っていながらこう女性らしく生きていくってどういうことかなって考えるんですけれども、あの多分ですね、今私たちをこういろんな縛っている女性らしさとかいろんなその社会の中の理想とか呪縛っていうものをそろそろこう脱ぎ去る時が来たんじゃないかなと思ってます。でもちろんあの夏子さんは女性だからとか男性だからっていう世界ではないところであの活躍されてるんですけれども、まあ、例えばですねあの私たちいろんな呪縛にとらわれていて、例えばあの体つきのことだったりするとですね、
ある程度こう 理想の決まったあのボディタイプっていうものがあって、それに向かってみんな頑張っていこうよみたいな考え方もありましたけれども、今ちょっと違ってますよね。あのファッションショーとか見るといろんなボディタイプの方が出てくる。で、あのそれはすごくいいことだなと思っていて、編集者の仕事の一つにモデルキャスティングっていうのがあるんですけれども、私自身とっても大好きな仕事なんですが、それがすごく今ではもっともっと楽しくなったなと思います。でいわゆるあのファッションモデルさんもそうなんですけれども、今はもっとバックグラウンドとかあの声が透けて見える方が洋服が強くなるなという印象がありまして、まあ、例えば芸人の方ですとか俳優の方ですとか、あの被写体になっていただく方のあのなんていうかすごく範疇が今広がって、今とっても楽しいなと思っています。あとやっぱ夏子さんってずっとこう女性シェフですとか、まあ、24歳女性でこういったレストランを立ち上げましたとか、今回のベストペストリーシェフも日本女性として初っていうことがずっとこうついて回るんですけれども、それってあのご自身としてはどう捉えていらっしゃいますか？正直その今回の国際女性デーもそうなんですけど、その女性初とか女性をそのメンションして常にあのフォーカスされてるんですけど、そこは正直あの常に疑問に思ってたっていうのがあって、うん、そう女性っていうことをあの上げなくてもいいんじゃないかっていうのは正直思ってました、うん、でもあの私自身は日本人女性初っていうそういう称号って言ったらいいんですかね、称号があって、たくさんの人がこういう私のようにあの1日1組だとか予約制のケーキをやってる人間に注目があるので、私自身その女性日本人女性初っていうのをまあその言い方がなんか難しいですけど利用してるって言ったらですけど、いい未来のそのためにそれを使わせていただいてるっていう印象というかあります。こう夏子さんに憧れて私もあの夏子さんになりたいって思ってるいろんな女性男性あの次世代の方々いろんなあの性の方いらっしゃると思うんですけれども、はい、やっぱりあの厨房に女性が増えてくれるといいなと思われますよね。そうですね、その日本人女性初っていう肩書きを得ることによって、それをなんかパスポートのようにしてですね、うん、海外のイベントだとかあの企業の仕事のオファーが来たりとかして、それであのやっぱりそれを見て、あこういう女性のシェフがいるんだってしてもらって、うん、あの今のその若い子高校生ぐらいの子とかに知ってもらえて、うんうん、あ私もなってみたいなって思ってもらえるように、うんうんうん、あの心がけて動いてます。本当にあの夏子さんの存在自体があの次の若い世代への次につながる世代へのエンパワーになってるなって思いますね。あの何かこう現代を生きるじゃあ次のですね若い世代に向けて何かあの発信したいメッセージってかありますか？そうですね、やはり今まで生きてきた人生の中でその今回コロナっていうなんかもう何をやってもそのコロナを切り離せないような世界になってしまって、結構その今その厳しい状況下によってなんとなく生きてきたものが本当に自分の中で本当に重要なものだけとの関わりを必要としている世界になったと思うんですね。なので例えばなんか人に会うことも本当に大切な人としか会わなくなったりとかしたので、うん、そうなった時にやっぱりあのなんとなくじゃなくて自分自身を自分で鼓舞してしっかりあの設計を立ててですね生きていかないといけない時代になると思うので、うん、なんか本当はその夢のようななんか柔らかい言葉を送りたいなとは思うんですけど、やはり自分自身もコロナですごいあのスタッフの給料とか、うん、やっぱりスタッフの親御さんの生活を守らないといけないっていう責任感がすごいやっぱり強かったので、うん、多分その自分自身生きていく上で必要なことをちゃんと自分で考えて動かないといけない時代になったと思っているので、うん、やはりその立ち止まらずに一回自分を俯瞰で見てですね、うん、私のようにじゃないですけど
あのしっかり鼓舞していってほしいなって思います。先ほどおっしゃったように、はい、夏子さんがやっておられるようにもう一人の自分を持って、はい、これで正しいのかどうなのかっていうものをもう一回考えてみるっていうことですよね。そうですね。あと本当に、うん、本当に大切なものに対してあらゆるジャンルに、あの感謝を持って生きていって、うん、その人たちにあのそれを感謝を返していけるようにならないと、うん、やっぱりこの先サバイブは難しいなっていうのを痛感してます。先ほどあの計画を練ってっておっしゃられましたけれども、はい、あの夏子さんの次の設計図というか、まあ、ここまでにこれをしてとかこうやってっていう設計図はもうどれぐらい先まで決まっているんですか？そうですね、本当にリアルな設計は5年までで、うん、なんとなく、なんか細やかにじゃないですけど10年後にはこうなってたいっていうのは、考えてますね。具体的にはどんな？そうですね、やはりその今は国際女性デーだとか日本人女性初だとかその女性の割合が少ないから注目されてるっていうことが多いですけど、将来そういうことがなくなってほしいなっていうことも思っていて、なので例えばそのなんか料理業界でも女性の料理人が少なくてですね、こんだけ世界に日本の料理が評価されているのに、料理人、女性もですけど料理人が減っていて、その良さをまず伝えていきたいっていうのがあって、5年後には、あの もっとこういう私のような人間が増えていて、あの料理人の世界がもっと広がればいいなって考えてますね。まあ、そもそも先ほどおっしゃったようにその非常に労働力としてあの体力が必要だとかそういう問題もあるんですけれども、料理人の中でその女性が少ないっていうのはいろんなその結婚とか出産とかそういうこともありますよね。そうですね、なんかその世間なんか世界は結構多数決でできているって自分の中で思っていて、女性はそのやっぱりどうしてもあいついつまでに結婚しないといけないだとか、いついつまでに子供を出産した方がいいっていうのがまだまだどうしてもある世界なので、そういったものもあのそういったものもなんか判断しなくてもいいと私は思うし、あのそうですね、やはりなんかその女性だからじゃなくて、そうですね、あの今コメントいただいてるんですけれども、感謝の循環が大切ですねということなんですが、やっぱり先ほどおっしゃったようにあの生産者の方が食材を作って、それをあの夏子さんが選んで調理をして、それをまたこうお客様に届けるっていう、まあ全て循環だと思うんですけれども、なんか最近の本当に実はあのシュプールのですね2021年のキーワードも循環なんですけれども、いろんなことをあのつなげていければなと思ってまして、ファッションだけじゃなくていろんな社会問題とかいろんな生きづらさを感じている人たちの何かしら あの応援になるようなエンパワーできるようないろんな循環図を描いていければなと思っています。なんかこうあの夏子さんの方でなんかこういう循環図私も描きたい、あの夏子さんはあの村上隆さんとかいろんなあのブランドの方とかジャンルを超えていろんなコラボレーションしてるんですけれども、なんかこう次にこう循環させたいことってありますか？具体的になんかこんなアーティストと仕事を今度はしたいとか、こんなアーティストと今度仕事がしたいですか？なんかそのこんなアーティストと仕事がしたいというよりかはもうなんかやんわりじゃなくて夢とかじゃなくて、もう実は動き出していて、実はそのコロナが始まった時に一番に考えたことは、あやはりそのコロナで海外でイベントができなくなって、いろんなものがキャンセルになった状況の中で、あ日本が世界に誇るクリエーターたちが、あ海外じゃなくて日本にもみんないるんだと思って、それで私はあのピンチはチャンスじゃないですけど、その時にいろいろ計画を企ててたんですね。なので次に何かをやりたいというよりかはもうその時に計画していたことを今発表している段階なので、結構先までなんかそれ決まってるんですね。決まってるというか、なんかもう設計しちゃっててその時に、だからその時に
あの明確にあの夢ではないんですけど、この目標を達成する時が来たと思っていて、うん、いろんなアーティストの方にあの連絡取って自分のクリエーションをプレゼンテーションして、今発表しているコラボレーションの定期とかもそこから派生したものでして、うんうんうん、なのでなんかこれからどうしたいっていうのはなくて、なんかもう予定を組んでて、すいません、なんかつまんない回答、もうなんとかつまんない回答かな、いやいや本当に興味深いです。なんとなくみんな頭の中で夢を描くんですけれども、それを実行に移せるか移せないかって大きな問題で、そこはもう夏子さんはもう手が足が先に動いちゃう。そうですね、もうすでに何か、うん、動いている、ね、もう常に先を考えていらっしゃるってことですよね、うん、やっぱりそういったあの無限 の, あの自由自在なインスピレーションと行動力を持っているからこそ、あの新しくびっくりするものを、先ほどセンセーションっていう言葉をおっしゃったんですけれども、常に私たちに刺激してくれるんだなって思います。そういたしましたらですね、お時間になりましたが、視聴者様とのですね、質問をいくつかいただいておりますので、いくつか、夏子さんに聞いてみたいと思います。事前にいただいた質問なんですけれども、高校生の方からいただきました。将来夏子さんのようなシェフになりたいんですけれども、今自分は高校生なんですが、高校のうちにやっておいておけばいい、こういうことをやった方がいいっていうことはありますか？あります。何でしょうか？もしあの世界的にあのなんか活躍できるような料理人やパティシエになりたい場合は、必ずあの英語を頑張ってほしいですね、うん、正直私はあの在学中に一応テストでは頑張ってたんですけど、あんまり喋る方頑張ってなくてですね、今すごい苦労してまして、実際あの文章とかも一応調べながらは、あのインスタとか英語で書いたりしてるんですけど、調べながらやってて、あの今とても苦労してるので、それを高校生中学生の間に頑張っておいたら、かなりもっと早い段階で視野が広がるんじゃないかなって思いますね。いやでも本当に英語のちゃんとテキスト書いてらっしゃって、いつも素晴らしいなって見ています。すごい大変ですけど、ね、アップにめっちゃ時間かかってます。実はあれはかなり直したりしていて。そうなんですか。何かこうインスタグラムを通じてつながるようなことってありますか？もちろんありますね。インスタグラムとかそういうなんかフェイスブックもそうなんですけど、うん、それを自分であのそれこそまたそれも俯瞰で見るようにしていて、うん、例えば自分のなんかその私生活の何でもないことをあげたりとかする場合とかも、これはエデとしてありなのかとかを常に考えるようにしていて、あ、このブランドはこういうことをしないなっていうのをもう一人の自分が判断して SNS も設計してます。あのコメントでも、庄司さんが憧れのシェフですっておっしゃってる方いますね。本当にあの夏子さんの今ことを存在みんなあの知るようになって、いろんな刺激になってるなと思うんですけれども、あとあの夏子さんと会うときにいつも驚かされるというか、いつもまあ素敵だなと思うのが、あのファッションが大好きなんだな夏子さんはっていつも思うんですね。それって何かこうきっかけあるんですか？きっかけは、うちの母親が結構お洋服が好きだったんですね、うんうん、それで結構その私にあの買ってたお洋服が、まあ、なんか、結構その独特なものだったりとかが多かったんで、それの影響もあってお洋服はすごい好きで、あとやっぱりその自分がそのファッションを好きだったことを生かして、それを契機にそれを転化するっていうのをやってます。例えば具体的にはこの何かこう洋服のこれがアイデアソースになってこういう作品になったっていうようなことはありますか？そうですね、例えばなんですけど、あの桃のケーキを、はい、あの初夏に売ってるんですけど、うん、その桃のケーキのフォルムはあの、まあ、シャネルのバッグのマトラッセから着想を得て作ったものだったりします。あの四角の形がですね。そうです、インスタに載ってます。あのとっても美しいあのブドウの、あのブドウはシャインマスカットですか？ブドウはシャインマスカットと、うん、あのまあ、長野パープルだったりとか、うんうんうん、種なしブドウで作ってます。そういったあの素材のリサーチっていうのもどうやってされてるんですか？やっぱり素材のリサーチはあのやっぱり日本って
世界に誇る美しいフルーツが四季を通して手に入るので、うん、あの自分自身あの食べ歩きに出かけた時に現地のフルーツをチェックしたりとかして定めてますね。やっぱりあの日本の果物って外国からお客様来られるとびっくりされますよね。そうですね、うん、やはりあの香りが圧倒的に違いますね。それをやっぱり日本ならではの、まあ、ジュエリーのようなものなので、うんうん、それを使ったタルトを作ったことがやっぱりあの世界的にあの評価をいただいたり、うん、一つの理由でもありまして、自分自身そのケーキを作ったんですけど自分のケーキに感謝しているしフルーツにも感謝しています。あのコメントでもエテにいつか行ってみたいです、ケーキいつか食べたいっていうあの声が上がってますけれども、今は一般で予約できるんですよね。今あのおまかせというサイトで予約販売してます、うんうん、皆さんそういうオンラインで入手する方法があるそうなので、あの昔は本当に買えなかったんですよ。そうですよね。そうですね、もう本当にあの幻のケーキと言われてまして、いろんなこう人と人とのつながりがあって、私も初めていただけた時は本当に本当に感動いたしました。そういたしましたら、最後になります。長い間お付き合いくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。最後に、皆さんに、女性の皆さん、まあ、男性の皆さん、いろんな性の皆さんに向けて何かメッセージがあったらお願いします。なんかやはり今本当に日々生きる日常の中でニュースとかコロナばっかりで不安が多いと思うんですけど、うん、その中でもやっぱりあの自分自身あの自分自身で自分を鼓舞していって、うん、あのこのコロナをサバイブするためにですね、一生懸命あの生きていくっていうことをあの諦めないでほしいですね。そうですね。やっぱり悩んでる方が多いので、うん、いろいろななんか今最近だと生理用品が買えないっていうのとか、うん、あとコロナであの女性の自殺者が増えてるっていうのとかを見て悲しんでまして、やはり私もメンタルちょっとやられてた時もあったんですけど、でもそれでもやっぱり未来への希望を作るために自分自身を自分で盛り上げて支えてくれたお客さんに対して、うん、まあ、新しいびっくりなものを作るぞっていう気持ちでやってるので、それを皆さんにもなんか持ってもらいたいですね。そうですね。私もあのそれぞれ一人一人の自分の人生の応援者って、応援団って自分自身だと思うんですよ。で、今推しっていう言葉が非常にあの一般的にすごく流行ってますけれども、まあ、私は誰推しっていうのをあのトークとても楽しいんですが、まず自分が自分推しっていうことが言える人が一人でも増えたらいいなって思いますし、シプールもそういったあの気持ちを応援していきたいと思っております。それではこちらでトークを終了いたします。ちなみにですね、明日3月7日は20時から、同じ時間20時から3時のヒロインの、皆様が登場いたします。トークのテーマは自分を笑わせようということで非常に楽しみですね。また明日の20時、私も見たいと思います。それでは今日は、夏子さん、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。